はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はエキサイティングプレイヤー第1弾が登場したということで、ガチャを引く方は誰を取ればいいのか、イベントの累計で誰が当たればいいのかなど、一人ずつの能力解説評価の方をしていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。ということでテンポよく能力解説評価の方をやっていきます。まずはヤクルト青木選手、リーグ評価 B+、 リアタイ評価 B+ となっています。デフォルト A 能力がないため若干物足りないでしょう。ただ称号でミスフルがつけばミパ同値が可能となっています。守備の方はメインのレフト適正 C となっており、特殊で B が可能です。限界突破でセンターライトも可能となっています。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて阪神秋山選手、リーグ評価 B+、 リアタイ評価 A となっています。デフォルト請求型となっているのでリーグ的には入れづらいでしょう。球種の方はご覧の通りとなっており、ツーシームフォークを持っています。それに加えて特殊能力の方には超タイピンチもついていますので、リアタイ的には使えてくるでしょう。続いて巨人吉川選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B+ となっています。完全走力型ということでリーグオーダーに入れるのは難しいでしょう。守備の方はセカンド適正 B に乗っており、特殊で A が可能です。限界突破なしでショート、限界突破でレフトも可能なためリアタイのベンチにいるとありがたいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて広島森下選手、リーグ評価 A+、 リアタイ評価 B+ となっています。デフォルト9位スタミナ A に乗っており、称号で9スタ同値も可能なためリーグ的に強いと言えるでしょう。球種の方は6球種となっており、リアタイ的に特別強い球種はありません。ただ特殊能力の方にタイピンチがついているのは魅力的でしょう。続いて中日柳選手、リーグ評価 S、 リアタイ評価 A となっています。デフォルトオール A、 9スタ同値となっており、称号で全同値も可能なためリーグ的に文句のつけようがないでしょう。最強選手になると思います。球種の方は7球種となっており、シンカー方向に2種類持っているのが魅力的です。特殊能力の方にはタイピンチもありますので、うまく使えばリアタイの方でも使えてくるでしょう。続いて DeNA 牧選手、リーグ評価 A+、 リアタイ評価 S となっています。デフォルトミート A に乗っており、称号でミパ A 同値が狙いやすいため野手の目玉選手になってくるでしょう。守備の方はメインのセカンドに加えて限界突破でファースト、ショート、サード、センターが可能となっています。使い勝手は抜群ですが、リアタイで使うなら DH がおすすめです。特殊能力の方には超広角打法がついており、打撃面がすごいのでリアタイでも使いたい選手になってくるでしょう。第2特殊能力を上げれば弾道もパワーヒッターに変わります。続いてオリックス山本選手、リーグ評価 S、 リアタイ評価 S となっています。デフォルトオール A かつ9位スタミナ同値となっているためリーグ的に最強格の選手になってくるでしょう。また球種の方はご覧の通りとなっており、ツーシームスプリットフォーク、高速スラカットなど様々な攻め方ができるためリアタイ面も最強だと思います。ただ特殊能力の対強打者が消えているため通常版よりは劣るでしょう。続いてロッテ佐々木選手、リーグ評価 B+、 リアタイ評価 B+ となっています。現状の能力だとデフォルト 9EA に届いていないためそこまで強くはないでしょう。称号で 9EA を決めたいところです。球種の方はご覧の通りとなっており、やはりストレートが魅力的でしょう。シリーズ2になればリアタイでも化けると思います。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて楽天松井選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 A+ となっています。デフォルト 9EA に乗っており、限界突破をすれば先発中継ぎ抑えの全てが可能になるのでリーグオーダーに入る方は多いでしょう。球種の方は7球種となっており、全体的な変化量が大きいためリアタイ面も強いと思います。特殊能力の方にタイピンチがついているのも魅力的でしょう。続いてソフトバンク石川選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B+ となっています。デフォルト A 能力はないですが9位スタミナ同値かつ限界突破で中継ぎが可能なためリーグオーダーに入れやすいでしょう。球種の方はご覧の通りとなっており、組み合わせの球種がないのでリアタイ面は厳しいと思います。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて日本ハム浅間選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B+ となっています。完全走力型のためリーグオーダーには入りづらいでしょう。守備の方はご覧の通りとなっており、限界突破でサード、ライト、レフトが可能です。肩が強いのも魅力的だと言えるでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっており、貴重なラインドライブの選手となっています。続いて西武増田選手、リーグ評価 B+、 リアタイ評価 B+ となっています。デフォルト請求型となっているのでリーグ的に扱いづらいでしょう。称号で9位請求 A 同値が決まれば強いと思います。球種の方は5球種となっており、限界突破なしで中継ぎ抑えが可能です。リアタイ面は厳しいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。
そして最終的に取るべき選手をリーグリアタイ別でまとめたものがこちらとなります。もし今からガチャを引く方がいれば参考にしてください。紹介はしていますが、一番大事な要素としてはどのくらい限界突破をできるかになってきますので、各自の状況に応じて判断していきましょう。迷った際に参考にしてください。エキサイティングプレイヤー第1弾の取るべき選手の紹介は以上となります。自分の欲しい選手は決まったでしょうか。第1弾の選手は今来ているイベントの累計エキサイティングログインボーナスまたはガチャを引くことで入手可能ですので、狙いの選手を手に入れられるように頑張っていきましょう。この情報が良かった方、契約書やガチャで神引きをしたい方はぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて日付変わって7日11時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。今のところ適度にエナジーを割りながら進めている自分のイベント進捗状況としては6周目となっており、1等の S ランク 30% 契約書は1枚出ている状況です。まだあまり走れていない状況ではありますが、今回も最低50周はしたいなと思っています。配信に関しては活躍選手予想の答え合わせの生放送をしながらドリームキャラバンを回る予定なので、よかったらそちらの方も遊びに来てください。続いては本日のログインボーナスで S ランクエキサイティングプレイヤー契約書を獲得したということで、勝負の開封を行っていきたいと思います。まず自分の狙いの選手としてはテロップの通りです。この契約書からは第2弾の選手も出る仕様となっており、牧選手が1番の狙いとなっています。牧選手は純正強化かつ補強ポイントのミート型、称号でどっちも狙えるため圧倒的に欲しい選手です。基本的には極みにできるかつ総力型以外の選手であればオーダー入りのチャンスがあるので、なんとか引き当てたいところです。ということで勝負の累計開封の方をしていきます。まあ、ゴールド契約書と先ほど言った1等の S ランク 30% 契約書もあるので、まとめて3連で引いていきたいと思います。さあ、まあ例年に比べてね、1枚配布が多いので多少ね気楽には開封できるんですけど、まあ逆にね2枚とも外れを引いてしまうと結構やばいと思うので、まあ1枚目の開封で幸先スタートを切りたいところです。さあ誰が来るのかお願いします。おー、栗林選手。まあいいでしょう、栗林選手ね。 OK です、キャミーできるのでね。 OKOK。お、2枚目も S ランク、青木選手は持っていた、持っていたね、青木選手ね。一瞬おーって思ったんですけど、かぶりです。ということで3枚目こんな感じです。ということで契約書開封の結果はこんな感じでした。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日ドリームキャラバンの累計回収も終わると思うので、その開封を含めた動画を上げる予定です。よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。